この絵長子、賢治元年2月11日は、鎌倉時代の女院、ご堀川天皇の中宮の、井の熊関白この絵家術の女、母は修理大部、藤原末信の女、女院号は高塚サイン、法号は、蓮華星、千明門院金止内新王の幼女となり、か禄二2年6月16日、9歳で、信十三位。 同六月十九日、小堀川天皇に受代、七月二日、女五千下、同二十九日中宮のとなる。わずか九歳での受代の背景には、この家の意向だけではなく、天皇の外籍の地位を確保した要望、千明門院や被護者である、後鳥羽上皇を失って、代わりの被護者を求める藤原金子の強い後押しがあったと言われている。しかし、 管喜元年4月18日、九条後の中宮の立候に先立ち、陰号宣言をされて退出。天皇との間に来はなかった。ところが、四条天皇を残して九条後が急成すると、五堀川上皇の方から千明門院に対して、四条天皇を女院の勇士にするように求めた。これに対して、千明門院は承諾とともに、高塚サインを、 四条天皇の順母に偶することを提案した。これを受けて、家庭3年7月17日、四条天皇の順母に偶せられて受代千明門院の膨大な長江道領を高塚サインを通じて、四条天皇に譲るための措置であった。しかし、四条天皇は、任時3年に1月に創生した。四条天皇の後を受けて即位した小佐賀天皇は、 間もなく子供のご不覚者天皇に行為を譲ったが、母親の身分が低いために行為を譲ることができなかった宗方親王のために長考同僚の獲得を図るために宗方を高塚祭院の勇士にしようと図った。これを知った千明門院は高塚祭院に正月商人が出家をしなければ重い病にかかるという夢を見たと説得して高塚祭院の兄である この絵かねつの反対にもかかわらず、迎厳四年4月21日に強引に出家させてしまった。その後、五佐賀上皇と千明門院との妥協の結果として、五深草天皇が千明明門院の勇士となり、千明明門院は、その長皇同僚を高塚参院に気分として上とした後、高塚参院の没後に五深草天皇に渡るように定めたが、 県庁三年に、千秋ラモニーは、小佐賀上皇及び、五深草天皇が、御白川法王の追善法要である、長江道八公を行うことを条件に、先の処分場を破棄して、長江道領を直ちに、五深草天皇二条とし、代わりに、高塚佐院には、元の上西門院領を一気分として与えた。また、父から指深草を相続し、高塚佐金平に伝えた。 ありがとうございます。